こんばんは。カラスのあれ多分ねこれね今ねエフェクトがね色味がほら色味がねこれもう一個の携帯の方でしてるからいつもと違うんですよ。色味のサイドを変えるだけでこんなにも印象が変わります。こんぐらいにしとこうかな。こんばんは。夏子で可愛かった。え、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。これね、そう最近買ったの。もう夏も終わりなんだけどねもう夏も終わりなんだけど、でも全然まだ着れるかなと思って、夏の最後に。で9月もまだ暑いしね、全然いっぱい着ようと思ってこれ買いました。可愛すぎて買っちゃった。こんばんはありがとう、ギフト、玉や花火もありがとう。え、嬉しい、トーク会ありがとう。バースデー翌日のトーク会、え、ね、おめでとう言えて嬉しかった。私もこんばんは、ありがとう。大人、ええ、そうだよ、初めてじゃないわ、8月が今日で終わりなんだよ。みんな明日からさ9月1日っていう事実にさ、ちょっとさ、ちょっと事実信じれないよね明日から9月1日っていう事実あんまり信じたくないんですけど、なんと9月、やばいよね、早すぎて、早すぎるよね、ちょっと怖いです。私今日で8月が終わっちゃうの。広島そうだよ、広島も明日から9月だよ。うん、濃かったね8月。そっか、今年はもう3分の2。そっか、絶対あっという間にあれだよ、 We wish you a merry Christmas とか言ってるよ。気づいたら We wish you a merry Christmas とか言ってたら、明けましておめでとうって言って、あずみお誕生日おめでとうって言ってとかってなってますよ。絶対絶対そうだよ。今日も今日ってありがとうございました。おしめん、イエイおしめんに会えて幸せな一日でしたかゆいにゃん今日宿題出た。夏休みの宿題、マジでかわいい、ゆいにゃん、そうだよ、気づいたらね、あっという間だね。8月は STU に沼れた月でした。嬉しい、確かに、でもいっぱい会いに来てくれたもんね。もうじゃあ9月はズブズブに沼によりズブズブになりましょう嬉しい、ちょっとお水持ってこよう、カラオケ配信しようと思って、カラオ、お水持ってきます。そう、明日のねアラモードのフェスなんですけど、今日お知らせが、公式さんからもお知らせが出まして、明日の愛知県のアラモードは出演のが見送りになりました。本当にギリギリのね決断
でもあったし、私ももうめちゃくちゃね行きたかった愛知、すごいそれに向けて練習も頑張ったりしてたので、みんなで残念だし寂しい悲しい気持ちも大きいけど、でもね台風の影響でやっぱり、うーん、私もだしファンの方とかも移動が行き帰りとかが大変になっちゃったりもするので読めないしね今なんか台風の動きね、なので本当にもう苦渋の決断というか、次また愛知県とかでイベントとかアラモードのフェスにも呼んでいただけることを楽しみにしたいなって気持ちです。本当に会いたかったです。行くよって予定だった方皆さんに、なのでこの台風の期間は本当みんな安全第一で過ごそうね、お互いに。広島はね今日はね晴れでいい天気だったんだけど、やっぱり風がね台風の影響で風はすごくビュンビュクビュンビュク吹いてましたね一日。うーん、お互いに安全第一で過ごそうねこの期間。四国公園無事チケットゲットできた、あ、よかったよかった、泳ぐ私の馬先のだって、え、そうなの、え、あそこで働いたん、でも あそこのお店ではないけど、あの系列、え、そうなんじゃん、え、私よく買うんですよこれ、ここよく買うんよ、可愛くて買っちゃった、マネキンが着てて可愛くて吸い寄せられちゃいましたお店に。こんばんは。ね、また名古屋行きたいな。あ、自分も東京と間違えちゃう。え、そっか。いろんな行動がね、ストップされちゃうね。どうしても。お、ありがとうお星様に、ハートに。よし、じゃあさ、ちょっとさ、久々にさ。久々にカラオケ配信しようかな。この前の8月25日に歌ったかも、歌いたいなって思いながら歌えてなかったので、よし、ちょっとカスカスしちゃうかもしれないけど、喉いけるめっちゃあれみたいな、ちょっとなんか鬼滅の、ちょっと歌ってみます。誰が聞きたいですか？あ、瀬取り追っていくのもありこの前の瀬取りを上から、あ、ないんだ、え、でも初めのここら辺の曲ないよね。確かにここから2時間確かに、ある曲だけちょっと追っていこう。え、夢逃げね、私も歌いたかったんだけどさ、夢逃げなかった、夢は逃げない、ないないんだね、カラオケちょっと水飲んどこ、
よし、じゃあ私のユニット曲1個目、したいって思ってるけど、そんな簡単に出会いはないよ。どんなタイプが好きかなんて自分にだって分かってないんだ。友達から紹介されたってなんか違うと思ってしまう。追い求める磯場の花は一体どこに咲いているのか。理屈なんかじゃない、心の片隅で寝ていたはずなのに、君と今初めて出会って、好きだ虫、何かがピンときて不意に泣き始めた。すぐにまた会いたくてしょうがない。自分のぞき込んで、こんな僕じゃなかったのになんて。君のことを24時間考えている、恋とは病だ。想像なんかできない未来、もう一人の僕がいた。続婚しどこかで刺されたよ、切なくなってきた。 I love you は登れない。青春が終わっても忘れぬものか。世界中のどこにもいるよ。 Hey! Hey! 人と人を結びつけちゃう虫、好きな虫、心の片隅で寝ていたはずなのに、君と今初めて出会って、好きな虫、何かがピンときて不意に泣き始めた。すぐにまた会いたくてしょうがない。かわいいハートがね、小指が出てるんですよ。これ好きだ虫、何かがピンときて、多分虫をイメージしてるんじゃない、この小指だ。で私はさ、小指が小さすぎて出してるのか出してないのか分かんないっていうね。小指小さすぎて
してんのか出してないのか分かんない、同化してる。次は言い訳メイビーか。そう、小指ちっちゃいの。走る自転車、立ちこぎの汗が揺れる。9月のそよ風、休みの間、会えずにいたな。君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に。ゲーとして成り立ちすぎてるマジであれうますぎよねそう、なんかおお
ってなっちゃうもん。あれはあれいいよねあれは上手すぎた。私の野球が滑ったんじゃなくて、あれはちょっとあまりにも過ぎたあまりにも完成度が高すぎた。あ、え、ハッシュタグ好きなんだもないんだ。そっか、ないのか。ありそうだけど、ありそう。あ、あるじゃないか、あるじゃないかあった。白書も本当ね、あった。私がやったユニットを歌っています。これも可愛いよね。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない。いつものグルーヴ、みんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり。片思い、波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか。スイカ割りもしようなんてみんなで盛り上がっているけど、さあその前に片付けようか。悪いやつは僕たちのこと気づいて林立ててる。目隠しされた僕が迷ってると、君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命だ、後でつぶやく、その時に感じたこと誰か聞いてくれ。奇跡はあるよ、叫びたい今の想い、愛しさを隠さんだ。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち、リプライ君からだ。スイカの写真、空振りの僕が写る、大好きな人となる、大好きな人となる。
ありがとう。これが私がプロ、あ、そう、あれね、あのメンバープロデュースゾーンはね、メンバーみんなでやりたい曲を出し合って、その中からみんなで円になってね、円になってどの曲にするか5曲まで絞って、そんでじゃあ絞った5曲をこの曲やりたいに手挙げてみたいな感じで、本当にみんなで決めたんですよ、あのユニットゾーン。だからみんなで、そう、めっちゃ曲出し合ったの、いっぱい出て曲が、そう、その中からあのみんなで投票し合いながら、じゃあ曲投票してみたいな感じで曲投票して、でそっからこの曲ね、誰なんかね、誰が言ったかは忘れた、紙にみん、あの紙を回して、とにかくやりたい曲を一人ずつ紙に書いていこうみたいな感じで、一枚の紙にみんなでバーって曲をやりたい分だけ書き出したんですよ、はじめ。そっからじゃあ特にやりたい曲を 2個投票しようみたいな感じで、いろいろ、あ、そうやって感じで決まりました、決まった5曲で。そっからあの1人3曲出演、あの出たんですよ、それぞれ1人3曲ユニットゾーン出てて、やりたい曲を、そっから自分がじゃあこの選ばれた5曲の中からやりたい曲、踊りたい曲、歌いたい曲にまた投票でって感じで決まったんです。いい感じに全部人数比も綺麗に分かれて、人数が、そうだから本当にちょっとね、嬉しい、セトリも好評だし、自分たちのやりたい曲をさ一部詰め込んだりできたから、なんかこうやりたい曲ができるっていうモチベもねあったりして、結構楽しかったですね。でそれをスタッフさんに見てもらって、あのセトリの順番はあのスタッフさんが考えてくれて、この順番で披露したらなんか盛り上がりそうだねとか、この一番まで披露したらいいねみたいな感じで、そう、曲とその曲にどのメンバーが出るかまでは自分たちで決めました、このユニットゾーン。8日の四国公演のスペシャルイベント、え、そうなの、嬉しい、ありがとう、こんばんは、2回目やってます、え、ありがとうね、誕生日会えて嬉しかったよ私もありがとう、こんばんは、さよなら、え、出たよ、さよならクロールも出たし、イコラブさんの曲とかぬいみーさんの曲とかも出たり、ネモハムルーモとかも出た出た、結構いろいろ出ました、そう、ユニットメンバーの割り振り、え、わかる、センターのメンバーとかね、そう、そういう、でもスタッフさんもよく見てるなと思ったのが、メンバーまでは自分たちが決めたんですけど、誰がセンターするとかはスタッフさんがね考えてくださったんですよ。でもなんかこうどの曲も、いやこの人しかおらんじゃろこのメンバーだったらって思うようなメンバーがあの5曲ともセンターになってたから、いやなんかやっぱりよくメンバーのこと見てくれてるし知ってくれてるなってなんか個人的に思いました ね。そう、え、カナウの最強ツインテールセンター天才、え、わかる、わかるよ、私も言ったもん、カナウがセンターって聞いて、うん、いやカナウ、うん、そう、カナウツインけん、あの 2.5 と3の中でツイン担当って言ったらカナウじゃろうって感じだったっけ、私もね、よかったねカナウつって、で一番やりたがっとったしね、カナウが最強ついてるじゃけ、よかったねカナウ、ネモハもね、ネモハもはいちごとリオツンしか投票なかった、え、そうだよそう、ネモハももう上がったけどいちごとリオツンだけ、じゃけ2人でやるつっていちごとリオツンでネモハも披露するとかしてました。そう。
モハマね、やりたいね、いつかね。お、10月以降の話ですか、前半で追加しようと思って、え、嬉しい、来て来て、ぜひ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 、今再販中なので。大阪でやるんですか、え、嬉しい、ありがとう、ありがとう。じゃあ次は、2で歌っちゃおうかな、2で。
なんかこの前ね 2.5 の4人でローマ場のご褒美の撮影で、ご褒美のヤングチャンピオンの撮影をねさせてもらったんですけど、その時にいつもその撮影関連でお世話になってるスタッフさんがその時もいてくださっていろいろ話してたんですよ。たら本当にもう嬉しいんです、嬉しい、本当に嬉しいことをいっぱい言ってくださって、お話ししてる中でね、 2.5K 本当に希望だよみたいな、希望の星だよみたいな、期待してるよ 2.5K 4人はって言って、でいい4人だよねみたいな、個性のあの4人のそれぞれの個性が絶妙だよねって言って、なんかこの4人っていうアイドルがアイドルがいて、なんか普通にね4人組のアイドルがいて、どう個性を振り分けようかみたいな、とそういうなんかアイドルゲームの一つでさ、なんかなんて言うんだろう、アイドルの育成ゲームやってる気分だになったとしたら、4人組のアイドルがいて個性をどう振り分けたら面白いかなみたいな、どう振り分けたら面白いなんかいいかなってな考えた時に、なんだろう、それにそれぞれが当てはまってるみたいな、なんかリアルでその育成ゲームで自分が4人組の個性を考えた時に、育成ゲームで考える4人の個性がリアルにそのままにいる感じって言われて、そう、なんかここまでのわかる？言ってる育成シミュレーションゲーム、そのなんかそうバランスがいいし、個性が一緒じゃないから、みんなの個性が全然違うから、性格もだしキャラクターもだし、身長もちっちゃいのちっちゃいの、大きいの大きいので、なんか身長年齢高い組がちっちゃいちっちゃいで、年齢小さい組が大きい大きいでとか、新芽も綺麗に取れるしみたいな、そういうなんかバランスが本当にいいし、人数の具合もいいしって言って、なんかすごい褒めてくださって、で嬉しいですみたいな、ありがとう、頑張ります、ありがとうございますって話してて、例えが面白いけどよく、よくわかる？本当？わかる？って言って、だからもしね誰かが卒業ってなった時に、このニレの木陰の下でを歌うんだなって思ったら、なんか今から泣けるねって言われて確かにそれはね号泣です全員って言って、キャラね、なんかキャラがそれぞれいるよね、4人それぞれね、でその日を見るまで僕は STU48 と 2.5K を応援し続けますって言ってくれて、ありがとうございます、4人ずつとかも、私も頑張りたいですね、いつまでも4人で、なんかね誰かが欠けたらね3人じゃない、誰かは欠けたくないです、4人で突き進んでいきたいですうん、4人で突き進んでいきたいね、頑張りますよ、頑張ります。じゃあ次は私が出演したのでいくと、国境ってあるのかな、あるんだ、これもねいいね、わ前しか向かねえとかも見よう、歌おう後で、すごい国境のないだけ輝いてる、なんか文字が
私は。届くと信じていたい。めっちゃ強かった。互いが壁に遮られて存在見えなくても、僕たちは同じ時代を生きてるんだ。故郷なんて意味も持たない。一つのあの太陽の下、どこも日々は平等だよ。悲しいことも嬉しいこともあるだろう。それでも止まらず世界は回る。もうすぐ夜明けだ。誰かの声がする。生きてさえいれば仲間じゃないか。ああ、愛のそのメロディ、言葉がわからなくても、なぜだろう。同じ時代を生きる意味は、どこで生まれてどこで育っても、たった一つの命を授かって、何をするためここにいるの。幸せだとか不幸せ繰り返し、この空見上げて永遠終わるよ。今こそ未来だ、一緒に歌おうか。ここで生きてれば絆ができる。僕は君だ、分かり合えるよ。君は僕だ、知ってるだろう。この地球上は争い事なんかない。一つの星だ。すべていつでも見てるんだ。希望を持つか絶望をするか、世の中が変わり、いつしか人が人を愛せない日が来たら立ち上がろう。もう僕たちは同じ時代を生きてるんだ。故郷なんて意味を持たない。たった一つのあの太陽の下、どこも光は平等だよ。悲しいことも嬉しいこともあるだろう。それでも止まらず世界は回る。それぞれの土地からここまで集まってきた。ほら世界は一人じゃない。ああ、
こんばんは。いいね、かっこいいよなこの曲、振りも込みでとっても。じゃあひーたんがかっこよかった前しか抜かねえ。前しか向かねえ、横を向いたら涙に気づかれるから、遠くも睨んで奥歯噛みしめ、この道を行こう。出会いずっとつるんで、青春の日々に反抗もしてた。人生にとって大事なことは未来にあると俺たちは知った。今が楽しくても永遠に続くわけじゃねえ、しがみつくな。前しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけど、もう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって、風が吹いているだけ。破れた夜はガキの頃のようにブランコに立ち、汚い言葉大声で叫び、そばにいてくれた優しさが染みた。どんな辛くたって悲しみが続くわけじゃねえ、強く生きようぜ。前しか向かねえ、別れの時明日を信じようぜ。お前がいなくても俺がいなくても一人で生きられる。別々の道進んだって空は繋がってるんだ。卒業ソングめっちゃかっこいいよね。しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけど、もう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって、風が吹いているだけ。今日めっちゃオンライン楽しかった。ありがとうお母ちゃん、ありがとう、嬉しい。また話そうね、また来てね。私も楽しかったし嬉しかったです、お母ちゃんの言葉が。
ありがとうね。じゃあ2部で歌いたい歌はやっぱりこれ。これえないのかな。わへーないんだ。わあないんだ。君と僕の歌歌いたかったけどなかったです。ショック。なかった。あれどうです。え嬉しい。ひーくんまた来てね。じゃあビギナーIn your position set。 このタッチめっちゃかっこよかったよね。これ歌えるかな一人で。昨日までの経験とか知識なんか荷物なだけ。風はいつも通り過ぎて後に何も残さないよ。新しい道を探す人の地図を広げるな。伏せた目を上げた時にゼロになるんだ。僕らは夢見てるか未来を信じているか。怖いものさず身のほど知らず無抵抗のまま。今僕らは夢見てるか子供のようにまさらに支配された鎖は引きちぎろうも。 Change your mind Change your mind 何も知らなくていい Beginner。失敗して恥をかいて傷ついたことトラウマになってあんな思い二度とやだと賢くなった大人たちよ。チャレジは馬鹿げたことリスク回避するように愚かな計算して何を守るの。僕らは生きているか明日も生きていたいか。わかったふりして知ったかぶりで夢も久しぶり。そう僕らは生きているか命無駄にしてないか。脈を打つことを今感じろ。 Stand up together。思い出せ誰もがビギナー。 Stand up right away。 初めから簡単にうまくはゆかねえ。 Stand up together。 最初に戻ればいい。もう一度ビギナー。 Stand up right away。 開き直って開き直ってどうにかなるさ。古いページはやぶり捨てろ。さあ始めようぜ。We can believe all the time。 僕らは夢見てるか未来を信じているか。怖いもの知らず身のほど知らず無抵抗のまま。今僕らは夢見てるか子供のようにまさらに支配された鎖は引きちぎろうも。何もできないちゃんとできない。それがどうした僕らは若いんだ。何もできないすぐにできない。だから僕らに可能性があるんだ。雨は止んだ風は止んだ見たことのない光が差すよ。今が時だ君は生まれ変わったビギナー。
あー歌えた、かっこいいな、いいよね、かっこいいよねビギナー、なんかビギナー踊れることが嬉しいです私はビギナー踊れる体になったことが嬉しいね、ビギナー難しい、踊りとかもさ難しい印象あったからさ、うん、ビギナー踊れる体になったことが嬉しいですねえ、しかもフルで、いやー、ネモフモルーマーは、ネモフモルーマーやってみたいな、踊ってみたいですね、挑戦したいな、夢は逃げない、歌いたかったけどな、ないな、あ、じゃあ8月25セトリで行くと愛の重さを最後に歌っとこうかな、いやー、うん、なんか踊りむずいね、踊り難しいですねビギナー、リバーの方が簡単、簡単っていうかね、難しいよ、リバーも、リバーも難しいんだけど、難しいのジャンルがちょっと違うというか、リバーの方が難しいんだけど、見せるのが、見せるのはどっちかというとビギナーの方が難しいって感じ、かっこよく踊って見せきるのがビギナーの方がむずいです、リバーの方が、うーん、ビギナーよりかは簡単っていう印象ですね私はね、うん、振りがそうって感じかな、リバーとビギナー、ビギナー含め全曲受けて特別声最高だった、ハイタッチ、ハイタッチちゃった嬉しい、本当に、日陰の切なさも知る、リップ、もし地球に引力なんて存在しなかったら、僕が見ていたのは僕の理想像を、こういう不気味でいてほしい、勝手に描いてた、腕に抱くこともせずに、愛の重さ初めてわかったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう、無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた、人は本気になれば何でも動かすことができる、困難から救い出そうと、火事場の場が力さ、
君を守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて躊躇してしまった。ちゃんと考えなきゃだね。気持ちなんかどう違う、思いとか客観的判断できないよ。心は見えないから、きっと思想でいいから自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。そのバランス、真実とは後で明かされるもの。君を失いたくない、だから僕は強くなる。どんな涙だって拭ってあげるよ。人を愛す、その言葉は限りなく重い。愛の重さ初めてわかったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。愛の重さ先輩、嬉しい。これめっちゃね頑張りました。愛の重さ今のね一番最新曲でもあるし、初選抜曲でもあるし、結構ダンス曲でもあるので、ね、愛の重さって緊張したけどやりきろうって思って気合はバチボコに入ってました愛の重さのセンター。そうだね、次でラストかな。何歌おうかな、ラスト、ラスト何がいいかな。嬉しい、ストレート、たまにストレートありだよね。わあ、ST の曲で締めようかな。最近歌ってない ST の曲ってなんだろう。悩みありだな。ギリギリかも。太陽は水平線の彼方を目指して、R を描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。
やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。丸裸になってきつくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまうが傘はいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんてなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。団長読みます。13位コウスケさん、12位ソーダさん、11位ヌシーさん、10位ヒゲメガネさん、9位昼休みさん、8位リオさん、7位セイヤン、6位マーキュル、5位ミャンコンちゃん、4位ユズキツさん、3位ゴレヒロさん、2位ケイセティンさん、1位はカイトさん、ありがとうございました。ありがとう、お話し会もありがとうね。8月もありがとうございました。